ローソンチケット。ローソンチケットではアーティストやスポーツチームなどの公式ファンクラブの入会も受付中。ローチケ .com かロッピーで簡単申し込み、詳しくはローチケ FC で検索。改めまして、改めまして、はい、ギタンブラハッチャンネル、はい、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、はい、もういきなりですけども、はいはい、告知事項先にちょっと終わらせたいなと思います。はい、はい、はい、ブルーパスっていうのがですね、皆さんお手元にある人がいると思うんですけども、このブルーパス、はい、これスタンプラリーをやってたんですよ。やってたね、はい、うん、でこれがですね、今年の、ゼップダイバーシティ東京公演で実は、殺しのブルーパスのスタンプラリー、うん、これが今年終わりですね、はい、それが最後のスタンプラリーになるんです、はい、これをですね、なんと、5個集めマガジンとハイタッチ会をやろうかなと。なるほど、いいですね、うん、それさらにですね、うん、スタンプをフルコンプ、これスタンプフルコンプが18個らしいんですけども、うん、18個もしやった方がいたら、うん、はい、なんとライブ終了後に楽屋に招待している。お、はい、ハイタッチ会、もちろんハイタッチ会もやった上で、うん、でバックステージの控え室で、その来てくれた人たちの私物に1点、うん、はい、うん、何かサインをしようじゃないかっていうメンバーに、ね、いいですね、はい、っていう企画を、うん、考えましたので、うん、これをやります、うん、ちょっと、また改めてアナウンスがあると思うんですけど、ね、こういうことやりますっていう、うん、そうだね、はい、うん、これね、せっかくやってくれた人たち本当ありがたいので、本当だよね、感謝の気持ちをさせていただきますっていう、うん、フルコンボって大変なの？フルコンプはでもね、18個って書いてあるよ。結構18公演来ただって。そういうことですね。結構だね。うん、結構ですよ、うん。これ。まあでも運もあるからね。あんの ?88 人限定とか。抽選なんでね、うん。え、88人限定のも含まれてるんだ。含まれてるね。ファンクラブ旅行も含まれてます。うん、だからなかなか、うん、じゃあこの時点で88人しかもう可能性がない。あ、そういうことですね。うん、プラス、旅行に来た人の、間だよね、すり合わせの部分だよね、うん、50人でした。ゼロだったら何、じゃんけんゲームみたいにもう一回最初からみたいな。大変だよ、ゼップで勝つまで、うん、なるほど、と、うん、いうことがいますという、はい、はい、そうだね、はい、はい、で、まあそのちょっと流れなんですけども、うん、ゼップダイバーシティの、うん、2階席っていうのを、うんうん、実は開放してて、そうですね、でそれのオフィシャル選オフィシャルサイトの選考が、うんうん、10月23日日曜日で終わりますので、はい、それも申し込んでない人がいたら、うん、はい、ぜひぜひって、はい、はい、はい、お願いします、はい、で一般発売もうないので、うん、そうなんですね、この選考で、はい、うん、必ず申し込んでください、うん、お願いします、はい、お願いします。これが、ちょっと告知事項でした。はい、うん、あとは、あれですかね。告知はもうつまんないから、うん、話しようよ。そうだね。だって4人揃ったけど、メンバー久々に来た。そうですね。そうだね。そうだよ。実はですね、そうだよ、そうなんです。インストアの2回目の、2日目の新宿が最後。新宿が最後。うん、そこあれ以来会ってないから。だってそっから、ね、大風邪引いちゃって。うん、いや、そうなんだよ。ああ、そうだ、そうだ。久しぶりにすげえ熱出して、そうなんですね。うん、そうなんですよ。伊藤くんがね、北海道からね、うん、様子を伺ってきたよ、俺、うん、どうなのいや、いやいや、気になる、どうなのどうなのね、だからそうなんだ、だからリハもやってないんですよ、まだ、うん、そうそうそう、また俺が飛ばししまった2回ね、2回しかないリハ、一時俺らリハしてないっていう結局、結論俺たちは1回しかいないワンチャンス、そうそう、ワンチャンス、なんかワンチャンでね、なんかのブルの神様がお前ら2回とかやってるワンチャンでやれと、そうそう、チャンスは1回しかないと、ここは黙ってワンチャンで、ワンチャンで、そうですね、渋谷っぽいですね、個人練習しっかりしましょう、はい、うん、そうなんです、それでね、うん、今日会うという形ですよね、うん、はい、うんうん、もう本当、あさってですよリハ、あさってしあさって、違う、そう。しあさって、ね、しあさって、明日あさって俺神戸なんですよ。あ、そっか。そう。パーティーか。パーティー。そうだ。ハロハロパーティー。ああ、そっか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 。なんて。パーティー。パーティー。そうなんです。だからね。ハロパ。ハロパ。まあ、だから神戸から直行します。直行で24日来る。24日来る。俺長野かな。明日代々木で。明日代々木。あさって名古屋、長野だった。でも長野日帰りできるよね。いや、うん、まあ、ああ夜関西、うん、もう今全国どこでも、そうだよね、うん、
そう。で、ただ俺いつ予習するんだって話してください。難しいんですからね、また。26日が本番。26日本番。初日。そう、初日です。はい、まあ、公開芸名。公開芸名。あの、3曲限定の曲、ライブとかやるか。そうね。ひたすらそれやる。俺らの千本ロックを見せる。で最後まで1曲通してできない。何だったんこの日休憩っつって食っちゃべって無理だなっつってそうね、うん、まあそんな全国ツアーももう、うん、なんかずっと先の話だと思って、うん、もう始まるね。そうですよ、本当に。しかもね、来週からだもんね。フェイズクラブフェイズ初日ソールドアウトなんですよ、うん、ありがとうございます。もう瞬殺だったみたいな、うん、ありがとうございます。もうあかんわ。こういうの本当にさ、電化製品って叩くと治るってよくやるじゃん。なるほど。本当そういうレベルかも。叩くと治ると。叩いたら治る。うんうん、俺叩いて治ったって。治ったら治った。ああ、さっき叩いてたもんね。うん。いやいやいや。そんな叩いて治る。うん、なるほど。今日は叩いて治ったんだろう。まあ、私ね、なんか不具合が多い。うん。しょうがないんですけど。うん、ねえ、メンバー4人揃うとか慣れないことするから、ね、4人揃ってんじゃねえよ。機械が手元の神様が、うん、リハ2日やってんじゃねえよ。そうそう、4人揃ってんじゃねえよ。そんなことない。リハを2回も用意したことにまだ怒ってんのか。厳しいな。まだ許してねえから。ブルの神。ブルの神よ。厳しいからね。いやいやいや、これ、うん、クラブフェイズはね、ソールドなんで東北圏出ないんですよね、うん、田原さんね、多分もうパンパンぐらいですか、うんうん、申し訳ないんですけど、ね、ただあの、うん、新潟とか、うん、仙台とか札幌とか、うん、名古屋とか大阪とか広島とか福岡とか、うん、全部ね。そうね、全部よ。全部ね、当日券あるんで、うん、あるよ、あるんで、でも前売りが、ね、まだ前売りあるんで、うん、あ、来てください、ぜひ。ほんと、まずちょっと友達をね、各地方いっぱい連れてきてほしいです。ね、来てほしいよね。地方でしか見れない、うん、なんかありますからね、その良さ。地方は違うんです、うんうん、例えばどうですか。言うやろうなと思ったけど、酷なツッコミ。ちょっとだけメイクが違うとかね。あ、セバスチャンのね。とうとう。なんか彼の職に広島とか。あ、よく見ると。よく見るとでもあなたたちあれですよ、ハロウィンですよ、今年も。このタイミングで。ああ。27日あたりが何かあるかも、うん、ね、知れないじゃないですか。なるほど。新潟？新潟あたりは。何かすんの？伊藤くんが、伊藤くんが髪の毛緑にするでしょ？ベントの。ベントの。緑。緑でしょ？はい、俺は？は、セバスチャンになれる。赤、赤か。これ短いのになんか変なことになるわ。徹夜でつけて、徹夜でオレンジになって、で俺が行こうくんに、はいはいはい、まあピンちょっと、うん、ちょっとずれる。そうそう、うん、絶対師匠出てくるよ。いろいろっていうね、うん、だからまあハロウィン企画もね、ハロウィンね、何やるか分からないですけどね、まあそんなことはあるかもっていう話ですけどね、うん、そうそう、でも来てくださいね、ぜひツアーね、遊びに来て。以前のさ、はい、ツアー中に伊古くんの誕生日にほらサプライズで伊古くんの、うん、ホテルの部屋に出てありましたね。ああいうコスチュームとかね。あれやったら10年間がもうバーンってもうバーストします。壊れてるの傘だけじゃん。こいつら自身が壊れてる。もともと壊れてる。やばい、うん、やばいやばい。戻れなくなり、何もね、うん、はい、そういう、ね、ことしたんですよ、ね、うん、何人ぐらいだ、翌年ず10人ぐらい、12、3人いたでしょ、スタッフね、壮絶でしたね、壮絶で、イクオ君マジ怒る。最初ちょっとしか開けないんだ。あんまりああいうの好きじゃない、聞いてた。あんまり好きじゃない。逃げかされる。喜ばないじゃん。いやー、そう、また人のパンチが来てる。そうそう、あのね、SM ショップみたいなところで、はい、本当にそういう、なんていうのかな、もうほぼ紐みたいなパンツを人数分、あのメンズメンバー、あのメンバーとスタッフさんメンズ集めてツアーの、うんうん、で
夜中にリコ君の部屋コンコンって言って女性スタッフにコンコンって言ってリコ君が入ってカチャって開けたところにみんなでそうもうだからそのもうほぼ紐だけみたいなパンチでえーって突撃して胴上げしようって言ってそうそうそう、ね、ゲイの感覚何らかのリコ君のね危険アンテナが察知してたのか1センチぐらいしか開かないちょっとだけねちょっとだけ開いたところに足かるこじ上げたわけでねでわーって入ってったんだけどイコー君の引き方ってあるよね、ね、それは引きますよねあれはドンがついてたもんね、君ら正気かって言ってましたよね、しかもね、何だって仕事してたんだよね、そうだ仕事してた自分勉強かなんかしてたいろいろ申し訳ないですねいやいやいやでも面白かったです、うん、その後ね怒られてたよ怒られてた隣近所の部屋でそうねすいませんって言った連中がみんなそんな勢いもう急いでドア閉められるんです怒られるそれは怒られますよ、うん、懐かしいですね懐かしいですね、うん、あれあれでいい思い出になりました本当ですまあいろいろはねいろいろやりましたよ、ね、PA の井田さんの頭の色を変えてみたりとかねありましたありましたね、やりましたけど起きたら金髪になる起きたら金髪たまたま顔がテリーマンに似てるというだけでね、あんなにいじられるとベロベロに酔わせてベロベロに酔わせて、今だね捕まるかもしれないですよ、やばいっすね酔わせて酔わせて頼むかうん、はい、あ、真面目に仕事されてる、とかね、そうですよ、いやいやまだ地方チケット余ってますね、余ってますからね、はい、ぜひ来てくださいね、お友達誘って、はい、お待ちしております、そうね、で、ちょっと電話をやろうしましょうか、そうですね、実はその、今傘が絶賛発売中なんですけども、僕たちのね、10周年記念シングルの傘がこの間10月5日に発売されましたよ、はい、あれですよ、オリコン初登場45位でした、45位で、上がってって上がってってインディーズがインディーチャートは5位、インディーズで4位で4位、インディーズ A ロックシングルチャートは5位、おっすごい、ありがとうございます、すごい、素晴らしい、インディーズ4位、すごい、インディーズ4位、すべてのオリコンウィークリーで45、これも最高です、ね、おお、うん、ありがとうございます、嬉しい、すごいね、インディーチャート4位、今回、そうなんです、ね、いろいろ本当皆さんのおかげです、いや本当だよね、ありがたい、ありがたい、その傘のね、この間リリースパーティーとか、インスタイベントやったんですけど、まあそこでですね、売り場レポートっていうのを実は募集してまして、ツイッターにハッシュタグで、まあ傘とかをつけてくれて、でこうなんかしてくれた人には、ツイートしてくれた人にはっていうことで、それをちょっとね、今日厳選して、3名。はい、選びましたんで、その3名の方に、お電話生電話してみましょうという、はいはいはい、そうなんですね、売り場レポートしてくれた3名です、3名、これ、会員の方のみなんですか、会員の方ではなくて、あなるほどなるほど、これね、ああはい、あはい、じゃないやつ、ね、この3名ですね、はい、ちょっと電話してみましょうかね、ね、ちゃんとね売り場で写メ撮ってくれたりしてね、ありがたいですね、じゃあ今からまずね、ニックネームちかちゃん、はい、ティクちゃん、はい、電話してみます、はい、ちかちゃん、デテちゃん、はい、じゃあ行きます、チカチカ、これ来るよ、来るか、もしもし、おお、ちかちゃん、ちかちゃん、もしもーし、ちかちゃん、聞こえますか、聞こえる、ちかちゃん、通話終了なっけ、もう一回行きましょうか、電波ですかね、もう一回、もう一回行きます、ちかちゃん出て、リダイヤル、リダイヤル、もう一回来ますね、も
しもし。チカちゃん。おー、チカちゃん。チカちゃん。もし。チカちゃん。チカちゃん、電波が。はい、ごめんなさい。イヤホンつけてたんで聞こえませんでした。あ、そう。あ、それ聞こえる？聞こえる？あ、聞こえてます。あ、よかった。よかった。まあ、ありがとうございます、うん。うん。こちらこそありがとうございます。はい。チカちゃんは、何してんの今。今、うん、習い事が終わって帰るところです。お、うん、あお、習い事はあれトランペットだね。違います。違うよね。あんたじゃないの。何な習い事って何ですか。差し支えなければ。はい。差し支えなければ何習ってたの？ドラムです。おお、すげえ。教えて教えて教えて。やめとけ。いや教えてください。いや教えて。うん、そうなんだ、ね。そうなんだ。ドラムやってんのね。はい。なので2日続けて九段下にいます。おお、そうなんだ。え、な、初めて何年？はじ、いや、まだ8ヶ月ぐらいです。あ、8ヶ月か。はい。頑張ってね。ありがとうございます。うんうんうん。チカちゃんの声の抜けがいいね。抜けるね。やった。うん。うんうん。チカちゃん、あれですか？はい、学生さんなんですか？違います。社会人です。社会人です。いつも、じゃあ、ライブも来てもらってたりとか。都内でしたら、行ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、はい、札幌とか福岡来るチャンスだね。平日でなかったら行ってました。あ、まあ、なので、ね、仙台は行きます。ね、仙台来る、ね、はい。仙台、お、じゃあ、隣だから新潟も来よう。そうね。うん、待ってるよ。うん、うん、行きたい、行きたいですけど。うん、何をしたらいいよ、うんうん、待ってるよ。うん、うん、来て、俺にドラム教えてよ。うん、教えてください。でも、俺、ほら、すげえ高いから、俺の。いくらでも、いくらでも払いますよ、そしたら。教えてもらえるなら。頭飛び出るよ、多分。いや、ちかちゃん、レポートありがとうね。ありがとうね、ほんとに。いえ、とんでもないです。うん、ありがとうございます。もう、君のおかげでめっちゃカッコついたから、俺たち。うん、ほんとほんと。とんでもないです、うん。ありがとうね、これからもよろしくね。はい。こちらこそよろしくお願いします。はい、ありがとうね。お願いします。はい、ありがとうございます。ライブだよ。はい。あ、じゃあ皆さん、さようなら。はい、バイバイ。お互いに、お互い待ってしまった。そうだね。うん、見てんだよね、イヤホンしてる。すごい、女の子ドラマなんですね。ね、うん、うん、すごいね。二人目、二人目いきましょうね。ニックネーム、はい、森、はい、森山さんいたね。森山さん、森山さん、森山さん何してんだろう。モーリー、モーリーうなぎ食ってたよ。何その情報。すごいな。ツイッターで、マジで、うなぎ食ってた。そうなんだ。森山さん聞いてた、電話して。何勢力つけてんの。森ちゃん、もしもし、森ちゃん、森ちゃん、もしもし、はい、もしもし、森ちゃん、はい、はい、もしもし、あれ、すごいことなってんの、これ、はい、はい、大丈夫、聞こえる、聞こえてる、はい、あ、聞こえます。なんか後ろの声を拾っちゃってんのね、うん、あ、ミュートにしました。え、ミュートにしました。あ、ミュートにした。あ、ミュートね。あ、はいはいはい、なるほど。そっかそっかなんか。うん、そっかそっかそっか。森ちゃん、ありがとう。ありがとうございます。うん。はい。うん。タワー札幌。え、もしかして札幌から？え、札幌の人？札幌です。おー、嬉しい。嬉しい。ありがとう。はい。行くから札幌、ブルゼッケン。うん。うん、行く。はい、ブルゼッケン行くからね、札幌に。あ、ありがとうございます。うん、めっちゃ楽しみにしてます。あ、よかった。よかった。よかった。うん、もちろん。いえいえいえ。友達さ、200人ぐらい連れてきた。そしたら、パンパンだよ、もう。友達いっぱい連れてきてね。何人か誘ったので、はい、できます。ありがとう。はい、ね、ありがとう。楽しみしております。森ちゃんは、あれ、うん、ライブ、東京とかに見に来たことはあるんですか？あ、文字数のやつは全部行きました。おー、ありがとう、遠いのね。遠いのね。ありがとうね。嬉しい。うん、うん。はい。森ちゃん、今、あれ仕事違う？もう仕事終わって、うん、家でずっとブルちゃん見てました。ありがとうございます。ありがとうね。ちょっと音声途切れてごめんね。うん、あ、いや、全然、なんか楽しかったです。結構めっちゃ楽しかった。仕事は広告代理店でね。なんで？はい。
帰りなさい。ひるんどるやん。どうもありがとうね、森さん。ありがとうね。札幌で待ってて。どうも、ありがとうございます。26も行きます。はい。はい、ありがとう。ありがとうね。はい、ありがとう。楽しみ、お疲れ様です。お疲れ様、ありがとう。うん、いいですね、札幌。札幌だよ。嬉しいな。札幌でもね、今日活動していただいてね、ありがたいです。最後が、最後が、はい、ニックネーム、ユーミン。お、大御所ですね。ユーミン、ユーミンですか。すごい、ユーミンですね。大御所です。すごいね。ユーミン。ユーミンの真似して。曲が出てこない、なんだよ。どうしてどうしてどう。それもうちょっとやってみよう。僕が。あんまり、あの長いと、長いと恥ずかしいんだ。長いと恥ずかしい。ちゃんとやってくれるあたり。ちょっと切れたんですけど。あっきり僕ね。もう一回やってみよう。鳥取自身のね、せいで。あ、せいって言った言い方悪いんですけど、ね、ちょっとインフラがもう今の大炎上でインフラ施設がですね、そうだよね、なんかこう道徳じゃないですか、もうユーミンこうね、大変だったからね、もう急いきますよ、はい、もう実家の方大丈夫うん、うちはね、大丈夫だった、島だね、うん、隣は兄貴が鳥取で、ね、兄貴夫婦が、うんうんうん、大丈夫大丈夫だった、うんユミン、出てね。出てくれた。もしもし。ユミン。ユミン。はい。ユミン、ブルゼッケン88だよ。あ、どうも。見てた、見てた、見てた。はい。ブル8チャンネル見てた？あ、見てました。イェーイ。ありがとうございます。今回レポートありがとうございます。ありがとうね。ありがとう。いえいえ、とんでもないです。ユミン、名古屋の人？私は岐阜です。岐阜です。おお。そうですか。名古屋も行きますからね。うん。うん、あ、はい。楽しみにしてます。でね、ツアー何カ所来るの？ツアーは4カ所行きます。おお。すごいな。嬉しいな。ありがとう。ありがとう。そっか、すごいね。嬉しいね。嬉しい。札幌、福岡、広島、名古屋。ピンポイントですね。ピンポイント狙いますね。嬉しいね。うん、ぜひそこに来いと言っていっぱい会いに来てね、うん、はい、行きます。ユミ、今仕事してたの？見てたって言ってた、ねもう仕事終わって、うん、ブルハイチチャンネル見てました。あ、ありがとうございます。ありがとう。いえいえ、そうだね。もうあれですか、明日は土日だかお休みなんですか？あ、土日もお仕事いいですね。あ、そうなんだ。いつ休んでるの？平日に休んでます。平日休みだね。はい。なるほどなるほど。ってことは美容師さんだね。なんだろう。さっきから決め打ちで。月曜のね。今月曜もないけどね。美容師さん火曜日でしょ。火曜日火曜日。昔はね、月曜とか言ってますけど。まあまあ。この後もちょっと見ててくださいね。はい、見てます。また名古屋で会いましょう。名古屋で。はい、待ってます。ありがとうね。ありがとう。はい、ありがとうございました。失礼します。はい。いや、嬉しいですね。以上、3人の方。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。もちろんね、いろんな方、レポートしてくれたんで、いや、本当、皆さんのおかげで、かっこついてますからね、本当に。本当に。ありがとうございます。バサバサ感出てるもんね。うん。カッサカサしてるもんね。乾燥しちゃう。乾燥しちゃうね。はい。はい。じゃあ、次コーナーへ。次コーナー。ですか？はい。特に、なんか、あと44分ぐらい。ちょい足しはいいよ、今日は。うん。なんかちょっと質問なんか来てますけども。質問コーナー。質問は答えてあげようよ。せっかくの。このね、真ん中のニックネーム、まおちゃん。おう、まおちゃん。こんばんは。傘拝聴しました。拝聴。はい、とてもかっこよくワクワクしました。ジュンジさんへの質問です。僕への質問だね。傘のメイキングの唐揚げと白菜サラダのレシピを教えてください。ああ、ジュンちゃん唐揚げと。そう。だから、白菜は。あれ、美味しかったね。美味しかった。美味しかった。美味しいです。じゃあ、今から、美味しい。今から作ってもらいましょう。
純ちゃん唐揚げだね。純ちゃん唐揚げって名前いいよ。うろうろあれいいよ、なんか店ありそう。山ちゃんじゃん。世界の純ちゃん。世界の純ちゃん。NG めっちゃ、うん、だあの雑な俺のイラスト順位のね、ワールドオブジュンちゃん。あれちょっとレシピ教えてくれ、簡単にでいいんですか。簡単にもうね、うん、ありとあらゆる調味料があれ、ね、結構合格だよ。もう目分量だしね。もう分量とかないよ。もう何でもかんでも入れてもう揉みしだいてあげるだけなんですよ。鶏の、唐揚げ粉とかそんなの使わない。使わない、うん、鶏の手羽、手羽中、手羽中、これはね、手羽中を使うんだけど、うんうん、ちっちゃい。あれはでもあれであんな味になると思わなかった俺、うん、あのやり方すっげえうまかったよ。ただあの、うん、カレー粉っていうの、あの、うんうんうん、胡椒みたいな瓶に入ったら、うんうん、あの辺をいっぱいとにかくいろんなのでニンニクとか、おー、カレーを入れるとカレーって強いから味が、うんうんうん、だからカレーの風味は多分、うんうん、ね、してた、うん、してたと思うんだけど、そう、まあ基本の味付けはいろんなの入ってる、うん、本当に、うん、でも化学調味料は入ってない、うん、体にはいいかも、体にいいかどうかわからないけど美味しい、うまい、あれは美味しいですね。まあいろんなのが、まあ、本当にこうやって作るっていう感じではないんだけど、あれビール飲みながら本当食べたいですね。そうそう、あれビールは美味しいですね。でね、あの白菜の方がね、はいはい、あれすげえ簡単なんですよ、うん、白菜バンバンバン切って、うん、もう適当に切って、うん、そしたらあのグッツグッツ今沸きたてみたいなお湯を流し、はいはい、あのシンクの中で、うん、さーっとこうさーっとかけるだけ、湯通し、はい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 、湯通しっていうのがある、うん、それ、うん、お湯をかけることね、湯通しっていう、湯通し、うん、ほんとザーってかけるだけでかけて水切って、うん、でそこにポン酢とごま油だけ、おー、これうまい、うん、シャキシャキうまい、うん、あ、冷やすのあと、あとで、でもあれほんと冷やした方がいいのかもね。そうだね、湯通し、うんうんうん、美味しかったんですよ、うん、あれはうまい、あれほんといいよね、うんうん、美味しいんですよ。作る時ね、やけどするから気をつけてっていう、ね、あれだけは気をつけた方がいい、うん、火傷だ、もうやけどす、あれ唐揚げでやけどしたんだよ、うん、こいつおっちょこちょいだから、うん、これかな。うん、あれは栄治郎が悪い、うんうん、あれかな、あの指切ってましたからね、怖いですよ、ね、あ、指切ってましたね、うん、こっちは自分の不注意じゃん。俺はあ、過失だから、ね、完全にやられましたよ。だってさ、バチバチバチってその揚げ物してグツグツいってるところにさ手出てきてみたらワクワクすんじゃん。死ねえよ。いやいや、なんか少林寺36号とか思い出したらバカじゃない、行かないわこんな。絶対押すなよっていうね。そうそうそう、ね、危ない、うん、そういうね、うん、レシピぜひやってほしいですね、はい、うん、次の日がなんかなんだっけ、何茶漬け、あ、そうや、あれは手込んだよな、うん、あれうまそうだったね、なめろうか、あれなめろうだけで時間かかるの、あ、そう、あと適当に鮭フレークとか入れてるだけで、なめろうって魚と味と、味と、まあ、味噌とみたいな、うん、こねるだけなの、あと何入れてたっけ、鮭フレーク、うん、違う、なめろう自体でしょ、あ、うん、なめろうの作り方わかんないね、なめろう、あんなもんだってレシピ見たから俺も。ちゃんと見たよ、見た見た、なめ、アジのなめろうってやったら出てきたから、それ見ながらやつ、うん、別に餅料理ってわけではなかった、なめろうは、ただ、うん、あのね、俺冷やし茶漬け大好きで、うん、冷たい夏茶漬けね、はいはいはい、そうそうそう、うん、も適当にいろんなのもそお素材ぶっこんで、うん、とにかく冷たいお茶なんでもいいからかけて、うん、あれ本当は玄米が美味しい、玄米茶かもしれない、ああ、そうね、玄米茶、うん、玄米茶合いそうですね、そうね、いいね、美味しそう、美味しそう、まあ我々バンドマンはヘルシアとかいいんじゃないか。確かに、常に脂肪を燃やしやすい燃焼。鬼のように逃がそうよ、ね、ヘルシア、ね、大なしな味になるね。はい、っていう、はい、そういう感じですね、はい、うん、ちょっとね、うん、森ちゃん、またこれ、また違う森ちゃんですかね、わかんないですけど、うん、ブラジルの皆さんこんばんは、いつも楽しみでます、ありがとう、来週からツアー始まりますが、ブルハチイヤー、うん、あ、ブルハチイヤーになってワクワクが止まりませんと、うん、そんなブルハチの皆さんに質問なんですが、よくライブ後に客席からアンコールがありますね、うん、はい、他のバンドはアンコールとは言えないところもあるんですけども、うん、例えばそれでブルのアンコール以外の言葉、うん、アンコールでアンコールじゃなくて、うん、なんかそういう以外の言葉でもしアンコールするならどんな言葉が、ね、ジャンルかもしれないけど足バンバンやるところもあるね、おー、ダン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 、でもなんか
ね、何でしょう、例えばタンタンタンでこう3つよね、言いやすいのってね、アンコールとかってやってるの、タンタンタンっていう、そうか、でよくそれで頭文字でこうやるバンドは俺はよく知ってるけどね、なんか頭バンド名バンドの頭文字を3文字で言うの、ああ、はいはいはい、A B C、そうそうそう言ったらそういうこと、ああ A B C なんかでも言わないで、うん、まあまあ、まあ、言うならば、うん、そうそう、そういうバンドはアルソックみたいな、あ、まあ、うん、言ったり言ったり、でもブルー八やから、うん、3つじゃないもんね、もちろん、ブルーゼッケン、ブルーゼッケンとかね、ちょっとキレ悪い、ね、うん、ブルー八チーブルー八チー言いづらなぜ一個何か感想しブルー八チーなんでしょうね、うん、BRZ にするともうブレイカーズになっちゃうからね、あブレイ、うん、ブレイカーズはどうやってるの、どうなんだろう、リアルは言わないか、まあでもそういうの海外っぽい、ちょっと今募集してみます、うん、例えば、うん、例えばね、アーニーキーはどんなライブだよそれ誰の誰だお前は誰誰のアニーキーなんで、18、8は違うな、うん、テラサはあ、デラさんって言いましたね、テラサあの電話で、あ、セバスが間違えました、ね、電話して、うん、向こうのお父さんが出て、テラサさん、うん、D88 をどう読むのかってね、ブルー8、ああ、そう、ね、うん、ブね、ルーブル、ブル18、いやブルー8が、うん、そう、ね、もうちょっとなんかこう気の利いた、うん、なんかこう、どうすか、悪そうなのがいいよね、カッサカッサマンのあるね、今期限定この後も言われたらもう俺らがカサカサみたいになるから、うん、そうね、うん、でもそれ嬉しいけどね、例えばまあそういうファッカもブルハチなら、ね、うん、ファッカも、うん、最後うんだよ、いいね、負けちゃうよ、知りてる、うん、ね、でもなんかその気合いの言葉みたいなね、うん、そのパンカモンとか今、まあリズムに乗ってる、まあでもだパンパンパンじゃなくてもいいって考えるんだったら、うん、ファーカモン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 で呼んでくれたらかっこいいかもね、ちょっと悪そうだし、そうだね、いいじゃん、それで呼んでくれたらね、うん、うんうん、呼んでくれてるわけですから、うん、そうだね、ファーカモンファーカモンいいじゃないですか、うん、そう言ってくれる、俺たちがファックってこと、まあパック野郎こいつクソ野郎こいつもなんですよまあ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 ね、なんかちょっとイラッとするけどでもまあなんかかっこいいよね、まあね、異国の人が見たらちょっとねびっくりするもんね、うん、ね、異国の人、異国の人、異国の人、俺も異国の人って、異国じゃないのか、伝統的な人やからねそんなんあるとね、うん、いいじゃないですか、ファッカモン、ファッカモン、ファッカモン、うんうん、全然いいよ、ね、絶対なんないと思うけど説明だバラ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 、俺は浸透は相当大変だよ、ね、だから今回のツアーから浸透させましょう、せっかくなんです、ああそうね、うん、フェーズからやってくれたら、うん、そうね、うん、これやってくれって、ね、そうだね、いいと思いますよ、うん、というかやっぱあれも現象じゃないですか、そうで現象だからね、断るごとにおいおいおいとかじゃなくて、うんうん、これさ、ちゃんと時にいちいちファッカモンファッカモン、いちいち何かにつけて俺たちがファッカモンファッカモン言ってたら自然とそれが合言葉になると思うんだけど、うんうん、まあね、じゃあアンコール呼ぶ時にファッカモンって呼んでこれはどうなのかっていう、ちょっと恥ずかしいねそうそうね、まあね、それ言ってくれたら、まあ、まあね、テンション上がったら言ってくれたらいいじゃないですか、うんうん、もうそれから袖にいるスタッフがファッカモンって書いたプラカードをこういや、それ ね、 いいね、うん、やったことあるんですよ、結構、なるほど、うん、結構それ、おぉ、あいつに従えみたいな感じで結構ね、うんうん、嬉しいですよ、うん、ガイタレっぽい、うん、そうそうそう、うん、それやってほしいですね、そうね、ぜひぜひ、うん、まあやる、願わくばファッカモンでこう呼んでもらえ、呼んでくれる、かっこいいかなという、MC で喋る前にファッカモンって言う、そうだね、そうそう、脈略なくファッカモン行こう、まあまあ、ファッカモンファッカモン何かにつけて、何かにつけ、ファッカモン10年目にして気売れてるわ、そのネクネクソンネクソンファッカモン、違うファッカモン、カサそうそう、恥ずかしいとかね、そういう何かにつけてね、うん、
そういうので呼んでくれたら嬉しい、はい、とかね、まあ、待ってますんで、そういうの、はい、皆さんぜひぜひ行ってほしいですね。もうなんとですね、あちょっと延長ですか、うん、それは、ね、延長しないと、ね、あっという間にこんな時間になってしまいました、はい、ね、うん、もう一回行く、もう一回行きましょう、さん行きますか、うんうん、はい、毎回ブリッジを楽しく拝見してます、ありがとうございます。質問ですが、9月の88人ライブでおっしゃられたツアーではチキン販売するとのこと、いつも会場時間ギリギリにつく自分は運が良ければ買えるんですが、うん、買えたチェキを拝見すると皆さん大体自撮りをされているんですけども、うん、ツイッターなどに上げられる自撮り写真とか、うん、例えば楽しそうな雰囲気がそのままに、うん、そのままにこう伝わる自撮り写真、うん、以前淳二さんの、うん、全身自撮りのポイントなんかの話があったんですけども、うん、皆さん自撮りポイントで気をつけてる点もしあったら教えてくださいっていう、うん、でってことですね、うん、はい、うん、ポイント、ポイントはね、うん、自撮りのポイント、いや、ジュエさんはちょっともうすごいんですよ俺はバラエティ入れたんで、うん、あのね、少しでも同じものを撮らないようにって考えてるだけなんだけど、じゃあ、あの複数撮んなきゃいけない時はね、だって何百枚も撮るわけじゃない、そうね、うん、それはね、セバスに言いたい俺200枚だったら200枚同じ写真撮るさすが200はさすが200はないですよ。じゃあパラパラ漫画みたいにブルーってセバスのやつめくってったらほぼ動かない微妙にしか動かない微妙に動くんじゃない、ちょっと何の口でこの感じするするする、可愛いやつね、こんなんかちょっといいやつ、片方可愛いやつ、可愛い、ちょっと熱くなるね、ちょっと熱いんですけど、セバス自撮り両手で持つもんね、あの片手でも持てないんですよ、震えちゃうから、あ、震えてる、だからちゃんと押さえないと怖いって震えてる、みたいなさ、うん、これ真似すんのもちょっと恥ずかしくない、なんかポイントありますか、A ちゃんとか伊藤さん、いや俺やっぱ表情がさもうずっとやっぱいいだったじゃん、うん、だからそれは変えなきゃなと思って、いや、いい禁止って言ったもん、そうそうそう、もういいわ、もういいわいいわ、うまいこと言うね、うまいこと言うね、いいわもういいわもういいわなんか、まあ、いや、セバスは、うん、禁止ね。つれえぞ、結構。俺がいいとかなって。俺がうんみたいな。いや、やるとくだよ、俺。恥ずかしい。あれ、なんか、あれ、入れこけることになってる。そうね。うん、なるほど。いや、でも、大変だよね、自撮りって。だって、もう、アングルも何も、うん、そう、限界だよね。限界だよね。ね、ピースにするか、これにするか、持つものか。とにかく、片っ端からそこら辺にある、ね、ちょっとでも、ね、変化をつけるそうなんですよね。本当。だから、なるべく、できるだけね。まあね、自撮りは上げたりね。うちはね、猫、ミー君も膝に乗るんですよ。ソファー座ると必ず向こうにこう座る。うん、来たと思って、こういう状況です。ああ、ミー君カメラ越しの。ミー君カメラ。はいはい、でも、ミー、こっちに焦点があってるから、ミー君飛んじゃうんだよ、ね。ああ、なるほど。なるほど。そこが難しいね。ミー君は嫌がんないの、写真。嫌がんない。あ、うん。でもミー君ももう長いもんね、長い長い、ね、もう長いよ、元気、結構元気、うん、じゃあ俺も実家帰ってよ、おふくろ後ろからこうおふくろちょっと飛んでるおふくろ腰の上だそういう怖いよね、怖いよ、すごい、すごい開けた瞬間にすごいね、すごいそれまたエイジローの実家とか行くやめとけお母さん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 じゃねえお母さんシリーズそう、お母さんとお母さんと一緒っていうね、そう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 いう企画ね、うん、ユニークなね、震えるよ本当にやられたらいや気をつけた方がいいよ本当にやるからね本気でやるからねありえるんです最初冗談ってしか見えないんだもんいやいや見えない合成なのだったらふざけて言ったんやね
そうです、うん、今年はね、なんか九州に行くからちょっと楽しみなんですけどね、うん、本当すごい こっちもね、仕掛ける方も結構度胸いるんだよ。そりゃそうでしょ、人の実家にアポなしで行くっていう。ノーアポ、突ノーアポでピンポン行くんだよ、ね、結構いるむよ、こんな人来んだからさ、うん、母ちゃんも あのエイジロ君と一緒のバンドやらせて佐久間って言いましたけど、ね、妙妙妙妙妙妙ね、そうね、うん、まあね、そんな、ね、うん、写真はね、まあ、うん、まあ、まあ、自分で、ね、一応絶対気は使ってますよね、結構その失敗した写真とかあるでしょ、あるある、ね、結構あるよね、あるよね、うん、ね、そういうの結構ある、うん、でもチェキになってはその失敗も俺ある意味ありかなっていう、うん、当たり、うん、なるほどね、たまに上脱いでるよ、脱いでます、脱いでます。それは見せていいと。いや別にあんまり気にしてない。バリエーション。バリエーションであんまり気にしてない。あ、風呂上がりだから脱いでるとか。あ、でもメイクしてる。メイクはしてたりとか。だからあの、ほら、メイク帰りで風呂入る前とかにも撮っちゃうとか、写真とか、風呂入る前とかのやつはあります。その自己紹介。それでシャワーをさ、パーッと浴びてるとこ。いやいや、あの、どっかのなんか俳優さんみたいなことはできないですけど、さすがに。メイク落ちてたらちょっとできない。今回でも傘のあの、みんな、僕、ちょっと取れてますけど。ああ、そうね。一人で濡れてる。濡れてる。でもすっげー笑顔だよね、笑ってるんだよね、あのビシャビシャなってるけど、あのジュシさんかかってるんですけどみたいな笑顔だよね。やってますけどね。そうだね、うん、そう、まあ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 、自撮りはこんな感じですけどね、うん、うん、まあ皆さんもなんか、いや、これは女子の方が長けてるでしょ、盛り方はね、いや、そりゃそう、盛り方はそれ女子の方がうまいでしょ、うんうん、いろいろね、なんかヘアメイクさんにね、自撮るとき、あのほら女装したときあったじゃないですか、あのときほらみんな、うん、汚そって言わんばかりみんなやっぱ自分のあれ撮るじゃないですか、ね、あのときに絶対に上からで顎引いてとかで押さえてたね、手を添えるとちっちゃくなるとか、うん、ああ言ってたね、こうねやるとなんとかいろいろ言って、うん、手で添えてたら自撮れないけどね、そう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 いう場合どうする、おいおいおい置いて誰が押すよくわかんない、だからもうもうカシャ言うてるけどねこんなんしてない、はい、そんな写真もね、うん、ありますから、ね、まあ皆さん何かあったら教えてくださいね、そういうのも、そうね、ね、撮り方こんなんいいですよとか、うん、そうだね、うん、いいね、ぜひぜひ、うん、はい、そう、チェキ販売するの、チェキ販売する、やりますやります、やります、やります、フィルム、フィルム、あ、今日渡します、あ、そうね、さすが、今日渡します、俺がこの間リハ飛ばしてたばっかり、はい、車に積みた、大量にある、大量にあるんだよ、こっから取んなきゃいけないのか、そうだよ、おお、もう別に自分で俺ストッピンしかなくなるわもう、じゃあいや、メイクすんでだから、メイクすんで、家で、家で、うん、それこそ3日に一遍家でメイクする、病気じゃん、明日しますけどね、明日はしますけどね、はい、まあね、はい、ね、まあまあ、会場でね、また買えるんで、うん、ぜひこれもね、うん、あと会場限定のグッズなんかもあるんですかね、うん、なんかわかんない、ツアーグッズとかもあると思います、ありますツアーグッズありますよ、はい、うん、エイジローがね、デザインしてるんですよ今回、うん、ちょっとね、結局ね、なんかいろいろダメ出しをいただいてですね、あ、うん、だけど、まあまあ可愛いのがいいんじゃないのみたいな、ね、うん、ツアーグッズが、うん、そうそう、あるね、アイデアを出したっていう、あ、なるほど、うん、あるので、うん、それも、はい、うん、楽しみにしててください、うんうん、ね、ちょっと最初の方ちょっとトラブって申し訳なかったんですけども、そうだね、はい、まあ、なんかね、次回はなんと11月18日金曜日、金曜日、うん、やりますけども、これもツアー中、帰りなんです、大阪帰り、翌日です、そうなの、はい、大阪の翌日、大阪の翌日です、うーん、ね、そうなんです、こう多分みんな揃うのかは僕わかんないですけど、セバスは残らない、残らないです、僕帰ってきます、帰ってくる、はい、おう、うん、じゃあ任せます。また生で。お前も俺やる。
おるやろ。ちょっと疲れして頼むわ。ごめんね。来たらおらんって。おらんとか言って。まだ大阪だよとか言って。今 USJ なんだよね。ちゃんとね、生放送、はいはい、やりますんで、ね、ぜひ、ね、はい、24回目ね、うん、見てくださいということで、はい、うん、はい、今年もあと2回ですからね、そうですね、うん、はい、もうじゃああとはツアーで皆さんお会いしましょうということで、うん、はい、はい、はい、うん、じゃあ締めてください、はい、来月は24回、ちょっとセバスまた一人になっちゃうかもしれませんけど僕らはあの USJ で3人楽しんでテレビ電話で出ますから行くわ俺も違う、テレそっちで USJ で俺ら3人でやってるのがメインでここでやってるのが電話室ワイプワイプだよねだったら家でいいじゃんなんか楽しそうやけどみたいな俺ワイプみたいなあ、まあそんなことないです、ね、あのちゃんと4人出れると思いますので、ね、はい、来月も楽しみにしてください、はい、それでは、はい、ブラジチャンネルでした。ボーカルの英次郎とギターセバシャンと、はい、ベースのイクとドラムの順次でした、バイバイ、バイバイ。